こんにちは。国際日本文化研究センターの孫慎子と申します。私は社会学を専門としており、特に家族とジェンダーに関心を持って研究してきました。社会学は人間と社会を研究しています。様々なデータを分析して、社会現象やその現象が起こるプロセス、メカニズムなどを解明する学問の一つです。その周辺には歴史学や心理学、 経済学人類学など実証主義的な学問もたくさん存在していますこのような社会学がよく取り扱うテーマとして自我のアイデンティティ労働と産業医療福祉教育階層階級と不平等宗教や文化地域社会メディアなど私たちの日常生活と密かに関わるものばかりです私が取り扱ってきた家族とジェンダーも こうした多くのののテーマの根底にあるもので,すではなぜこの2つに絞ったのでしょうかそして何を研究してきたのでしょうか私は社会学の勉強を始める前に文化と文学に興味があり日本語の勉強もしている中で和歌の翻訳を研究するようになりました。日本語も中国語もとても奥深い言語ですから。 適切だけでなく美しい言葉に訳すためには和歌が書かれる歴史的な背景も調べないといけませんそのきっかけで平安時代の男女関係や権力構造を検討していましたそこで新しい疑問が次々と浮かび上がりました現代日本の男女はどのような関係性で一緒に暮らしているでしょう地理的に近い文化的にも影響し合ってきた東アジアの各社会は 同じ現代にたどり着いてきたのかなどなどですそれらを調べるために効果的な社会学の手法を用いました日本は近代以降の高度経済成長期を経て男は仕事女は家事のような夫婦の役割分担とこうした分担をしている家族で子どもが育てられる社会が成立してきましたしかし経済発展が好調を迎えている中外で働く女性も増えました 男は仕事の一方女は家事も育児も仕事も,仕事もという局面では男女関係が不平等ではないかと考えられていますそれに問題の肝心は男女とも働いて共に家事もしているような家庭でも子供が生まれると男女間のアンバランスが生まれるそうですこれに気づいて私の研究は子供の誕生と成長を夫と妻が共に経験していく中で 子供働きのの夫婦の家事育児、その分担と調整に何が起こるかを実証的に解明することになりました。そのために私は日本だけではなく通文化的に東アジアの子育て家族にも聞き取り調査をたくさんしてきました。男女は共に暮らしを始めてから子どもの誕生を迎えてその家事と育児がどのように分担されいかに調整を行われてきたのかを 夫と妻両方から聞いた話を組み合わせて分析しましたそして分析の枠組みとして取り入れたのは権力の視点です性別分業の文化的規範や男尊女卑のようなジェンダー関係などを裏付けているのはいずれも権力です家族という現代では温かいイメージを持たれやすい場面に潜む権力作用の跡を考察してみました現時点で見えてきたのは 子どもが生まれてから、夫婦の役割分担が偏ってしまい、そして徐々に変更に向けた働きかけのない状態になっていくことです。そして興味深いことに、これは日本や中国など、異なる社会においても共通した傾向が見られています。この理由については、これから文化研究に多くの知見を積み重ねている日文献で、文化の観点から検討を加えたいと思っています。また、 男女関係や役割分担研究の他に私は家族とジェンダーをキーワードにした別の研究テーマも取り組んでいます。一つは日本にいる外国人の子育て家族がどのような住まいで暮らしを営んでいるかの研究です。ジェンダーだけではなくそこにエスニシティや貧困などの要素も重ねていくと人々の家族生活がどのようになるかを知りたいからです。 もう一つは、ジェンダーをはじめ、さまざまなキャップを埋めるようと考えたときに着目した、誰でも必要なときに生理用品を手に入れられる体制を提案することです。ここで言う生理用品は、狭い意味で月経を想定して、月経にまつわる恥や穢れの文化、性教育などと関連して検討されますが、広い意味では、尿漏れや痔の出血などに対処するパッドも含まれて、 人間の福祉を論じるとに重要なシンボルとしてて位置づけています。以上のように私の研究は自分の趣味から楽しく展開してきたと同時に一社会学の研究者として社会にも役が立てるように進めていきたいです。